よし、じゃあやるか。ちょっと練乳飲んでいい？いいよ、練乳飲む。いいよって言ったけど、ちょっと、え？糖分摂取、俺の。あー、練乳飲む人、まさか、このように二人いると思わなかった。二人？うん、あの、糖分補給って言って練乳飲む人、私もう一人知ってる。怖っ。そいつ怖っ。怖い、いや、自分もだろ。マジかよ。びっくりしたー。いや、カロリー欲しいわーって言ってバター塊で舐める女がいるんだよ。え、じゃあ練乳じゃないやん。練乳を飲むんだよ。でも練乳も飲むよ。あ、その人は。そう、糖分補給で練乳を飲み、カロリー摂取でバターを舐めるんだよ。いけるわ、バター舐めんの。分かれるかもしれん。マジか。いや、それ聞いた時衝撃だったけど。理解できるかもしれん。バター美味しいし。マジか。マジか。やったことはないけど。うん。でも、あの、お菓子作りとかさ、バターよく使うやん。うんうんうん、そうね。ちょっと余ったかけらのバター舐めるもん、俺。へー。なんかバター美味しいなと思って。食べちゃう。かけらのバター食べちゃう、俺。バター自体は確かに美味しいんだろうけど、バター単体で食べようと思ったことないな。でもなんか今かじるバターとかさ、ああ、そうね、そうね。あるやん。うん。食べる量、バターは。そっか。いや、否定はしないし、むしろ、すごいなと思って、面白いって思って見てるから。ただ、健康には気をつけてねって思う。練乳、うん、は、糖分補給よ、マジで。これは飲めるから、普通に。あれか、生クリームを、あの、絞り袋ごと食べるみたいな感じと同じ？かな。それはやったことある。あ、マジ？うん。あ、でも、生クリームは、うん。なんかその、明確に食べ物として認識できるやん。うん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 。練乳を明確に飲み物として認識してるのはおかしいと思ってる。うん、おかしいよ。うん、おかしいよ。だって飲み物として売られてないもん、だってあれ。そうなんか。うん。何かに一つプラスアルファでかけて食べるとかなんだよ。そうか。感覚が。単体で使用するもんやと思ってたわ。ああ。糖尿病にならないようにね。いや、大丈夫。それは大丈夫。大丈夫なんだ。うん。やと思ってる。どこから来る自信なんだろう。とにかく大丈夫やと思ってる。あー。プラシーボってあるかもしれんからね。うん。プラシーボで何とかしてるから。練乳飲んだ？飲みました。あ、じゃあいけるかな。うん。かしり主捜索パート1ってことでね。うん。警察官、吉見はじめが変死した現場にて、状況の整理を行っていた、堤とエリオ。蘇りの秘術を否定する堤だが、そこに落ち葉なき死の呪霊が現れた、ってとこだ。うん。だから否定してたのに、ああ、できるんだって思えちゃったってことかな。可能性見出しちゃったなぁ。やるか。堤哲夫、午前0時台。旧安田庭園。なるほど。つまり、ボスが言いたいことは、蘇りの秘術っていうのが本当に存在していて、それを使うためには、本所七不思議に由来する呪いの力で、人を呪い殺さないといけなくて、で、ボスが受けた呪いは、この場所に伝わる落ち葉なき C である、と。そういうことですか？まあ、そうだ。理解力高いね。やけに飲み込みが早いな。ああ、所定、うん、いいね。そりゃ、ボスが真面目にする話なら、さすがに全面的に信じますよ、俺は。いや、普段もふざけてねえぞ、別に。
それよりも、すぐそれよりっていうな。ボスがそんなオカルトの話を真顔でしている事実の方が飲み込めてないです。よっぽど超常現象ですよ。信じてないんじゃなかったんですか？別に信じてなかったわけじゃねえよ。むしろ、よく知ってたからこそ警察に手を出したくなかったっていうかな。ああ、なんか関わったことがあるのかな、そういう感じの事件に。それって負け惜しみ？認めざるを得ないからって。まあいいから聞け。もう隠してても仕方ねえ。ああ、てか、あれだね。鉄夫ちゃんのペアがエリオジュンでよかったよね。うん。あの、素直な男だもの。うん。虚偽の申告しない。いいね。まず、この話を理解してもらわねえと今後の話ができん。だから聞け。頼むから聞け。おお、そんなに念を押さなくてもちゃんと聞いてますよ。だが時間がもったいないから移動しながら話す。行くぞ。あ、ちょっと待ってくださいよ、ボス。何この BGM。 初めての BGM じゃない？うん。うわ。うわ、相棒っぽい。警察っぽい。捜査してる感ある。ある。うわー、いい。かっこいい。トランペット良すぎる。なるほど、両国橋に行こうと。ってことはここに波垣雄太郎いるじゃんね。おるんじゃないかな。うん。かっこよすぎる。両国橋。これずっと聞いてたいんだけど。消えないでね、BGM くん。操作パート全部これじゃん。嬉しい。すみません。もう一回確認しますけど。本当ですか？その話。猛録してないですよね。めっちゃ猛録してやん。ああ、嘘じゃねえよ。証明するもんはねえがな。呪詛玉はないの？持ってるやろ、多分今。握りしめてんじゃない、うん、だよね。それ見せたらわかるくない？あ、考える。ウィリオ・ジュン。うん。はっ！同じ秘密組織の人間に対してあってでも、秘匿部門について明かすことは禁じられている。モノローグになった途端 BGM 抑えられるのめっちゃいい。こういうの好き。だがまあ今は緊急事態だ。こいつの力を借りるためにも話しておこう。なるほど。これこの考えるとこの考えるは何が違うんだろう。同じか。同じやな。いや、いいよな、この BGM ちょっと抑えめなの。いい、最高。決して頭が悪いわけじゃないが、なんかつかみどころのない男だ。妙にポジティブなところは助けられることもあるか。あー、これいつでも聞けるようにちょっとスロット1に保存しとこう。いや、1でよかった。え？まあまあまあいいか。か、じゃあ話そう。念を押すが、これは極秘事項だから同僚だろうが誰にも言うんじゃねえぞ。はい。こうなった以上、それはもちろん守りますけど。いや、でもまさか、信じられないですよ。ボスが前にいたのが、警備局付けの秘匿部門だとは薄々聞いていましたが、警視庁に、心霊対策室なんて部署があったなんて、はあ、心霊対策室。なるほど。じゃあ知られてないんだ、全然。うん。驚くのも無理もね。俺だって最初は呆れ返ってたよ。いい大人たちがふざけてんのかと本気で心配になったもんだ。いやいや、すごいじゃないですか。俺そういう秘密部隊的なやつに憧れて警察に入ったんですよ。ああ、そっち？いや、考えてみれば当然ですよね。呪いとか霊障とかが実在するのなら、その被害への対策部門が市民を守るべき警察組織にないって方がむしろおかしいですもんね。いや、柔らかすぎるだろ、頭。っていうかお前、俺に憧れてるんじゃなかったのかよ。そういう話したもんな。うん、いやだな。ボスは好きな食べ物は一種類だけですか？どっちも好きは成立するんですよ。ああ、いいね。
あー、わかったわかった。エリオジュンのこの顔一番好きかもしれん。かっこよすぎる。うん。ともかく、表面上は霊はないってことになってるから、心霊体質は水面下で活動しているわけだ。うんうん、うん。心霊対策室。心霊対策室。略して心体。心体ね。ほう。どうして俺がそこに配属されたのかわからんが。所属してた4年間は、そういう心霊事案ばかり対応させられてきた。ああ、資料が更新。身体についてかな。身体について、うん、そうだね。心霊対策室。正式名称は、警視庁警備局警備部警備特化心霊対策室。お上でも限られた者だけが知る秘匿部門、あ、秘匿部署。通称は身体。霊災霊障といった心霊事案について調査及び解決を執行する専門チーム。超常現象が現実に存在することは公にされておらず、一般的にはないものであるとしているため、その活動は常に極秘に行われている。現在の所属メンバーは、室長を含めて5人のみ。なので、必要に応じて外部からの協力も得られるよう、国内各地の霊能力者たち等の人脈を持っている。はぁ、黒崎美代もその一人。へぇ、まあ、やろうかなって一瞬よぎったけど。うんうんうん。疑わしい話を聞きつけては、調査員出向くが、そのほとんどはデマであり、徒労に終わるのが実態。だが、そういった噂話は数多く、そのため、包みのように霊感の持ち主でなくとも、口の硬さや経験を買われ、調査員として配属されることもある。現在の心霊対策室の室長を務めるのは、中越クイルという人物。あー、すごい名前。代々公安活動を務めてきた霊能力者の一族で、黒鈴美を発掘した師匠であるとされているが、直接姿を見たことがあるのはごく一部の関係者のみで、事務所に姿を見せることがほとんどないという特異な存在。常に多くの呪詛の標的になっているからというのが理由らしいが、真偽は定かではない。本当に生身の人間なのか、本当に実在するのかといった疑いを持たれることもしばしば。なお、普段室長席には、中越の式人であるヌエが代理として鎮座しており、伝令役を担っているが、その姿はどう見てもごく普通の虎つぐみなので、大人が大真面目に鳥に向かって報告している姿はやや異様な光景に映る。虎つぐみっていう鳥。虎つぐみって、そうなのかな？がおるってことなのか。おかみの関係者内では、浮上した事案が心霊対策室担当の内容であった場合、それを秘匿して伝える隠語として、中越案件という言い方をしている。へぇー。ああ、中越クイルさんね。うんうんうん。ああ、かわいい、虎つぐみ。虎つぐみ。なんか、スズメの、もっと大人みたいな感じの見た目。してる。かわいい。キャワです。かわいい。ね。トラツグミ、これに向かって話してんねんな。うん。その人たちもかわいいし。式神であるヌエが代理。ヌエ。はあはあはあ、はあ、式神がこのトラツグミか。うん、そうそうそう。はあはあ、なるほどね。まあ全員可愛いからそこにおった鉄道ちゃんも可愛いと。可愛いと。間違いないね。あ、人物リストも更新。これ、あれか中越。中越。あ、違う。え、エリオジュン。え、エリオジュン。あー、詳しい内容か。あ多分上とかなかったんじゃない？ヨシミはじめがとか、もうなかったし。あ、うんうん、確かに確かに。え、じゃあ、エリオジュンは私が読むか。沖家翔吾が緑町公園で遭遇した刑事の爽やかな方。警視庁捜査一課の若手刑事、階級は巡査部長。同僚の吉見はじめが旧安田庭園で開始していた事件について、堤哲夫と共に調査中に、呪詠と遭遇。堤から心霊案件の実在を説明されると疑うことなく受け入れ、そちらの事態収拾に向けて協力することを誓う。うん。比較的裕福な家庭でのびのびとおおらかに育てられた結果、ポジティブお化けと評されるほどの、自己肯定感を身につけた逸材だ。最高だね。こういうやついいよね。なんか親近感湧くというか、ポジティブお化け。うん。自己肯定感身につけた逸材ね。はあ、うん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 。
幼い頃から好きだった特撮映画や刑事ドラマの影響で人を助ける仕事に就きたいという気持ちは育まれていたが、本格的に警察官を目指したのは学生時代に遭遇した事件で捜査を担当していた堤哲夫の姿に感銘を受けたのがきっかけ。今も堤には強い敬意を持っているが、その愛の強さゆえについつい軽口を叩いてリアクションを楽しんでしまう癖がある。あー、わかるわかる。いや、いい、そういうの好きよ。うん、わかるよ、愛ゆえにね。うん、刑事になった今でも悪の秘密組織だとか超人的なヒーローの存在をほのかに期待しており、その理想は諦めてはいない。私立探偵の甲斐リヒタとは警察学校時代の同期。資料室に一人でこもり過去の犯罪資料を読みふけっていたリヒタを当時ブームだったボーリングに誘ったのが知り合うきっかけ。へえ、ボーリングに誘ったんや。なんでこれ最後にこんな情報を。赤井リヒタとの接点かな。うんうん、うん、まあボーリングに行くような仲にはなってるよっていう話で、うん、じゃあ哲夫ちゃん。沖江翔子が緑町公園で遭遇した刑事の渋い方、うん、警視庁捜査一課のベテラン警部、旧安田庭園での調査中に落ち葉なき C の受影に疲れる。かつては警視庁警部付けの秘匿部門心霊対策室に所属。その経歴を生かし今回の大規模な自訴発生事案の収集に向けてペアのエリオジュンと共に調査を行う。現場叩き上げの警部、見た目こそこわもてだが、うん、頼まれると断れない仲間思いの人間。頼まれると断れない仲間思いの仕事人間。かわいい。だが、その仕事一筋の生活が原因で数年前に離婚している。好物は甘いもの。キャラに合わないと言われるのを避けるため人前では隠しているつもりだが周囲にはほぼ知られている。かわいいよ。調査で赴いた先の土産菓子を買うのが趣味で、心霊対策室にいた頃は遠方への派遣要請があると進んで名乗り出ていた。また一人娘との話題の種を持つために流行り物にも意外と詳しいが、これも捜査に必要な情報収集だとごまかしている。かわいい。なるほどね。オカルトとかに詳しいのも、うんうんうん、その娘との趣味合わすというか、ちょっと話できるようにっていうことね。最近はこういうオカルトが流行っているんだろうって。うわー、かわいい。あ、かわいい。いやー、遭遇した刑事のかわいい方じゃんね。うん、かわいい方やわ。かわいい方だわ。かっこいい方とかわいい方ね。うん、いや、いいなー。いや、ちゃんと父親してんな。うん、いい情報です。これは最高です。さあ話していくけど、じゃあやっぱあるんですか、ボスにもあれが。霊感かな。何が霊感ですよ。霊感、いわゆる持ってる人なんですか。持ってないんだよね確か。いや、ああ持ってないんか。あれ、なんか書いてなかったっけ、なんか霊感がどうのって。あ、ほら、そのため堤のように霊感の持ち主でなくても口の硬さや経験を買われ調査員として配属されることもある。ないんか。ないっぽい。ないよな。うんうん、いや全く自覚はねえよ。あったとしてもグラス一杯のビールでダウンする程度の弱さだろうがな。お酒で例えてる。おお、あれ、え、ようこちゃん、ようこちゃんじゃないの。娘マジ。だってこの例えすんのってようこちゃんやん。そうだよね。で、ようこちゃん今オカルト詳しいよ。うん、詳しい。だからつつみもオカルトを知ろうとしたんじゃない、うん、してるのかな。え、ようこちゃんっておいくつだっけ。別になんか年齢忘れちゃった。20何歳とかだったっけ。短大卒業後か。家事手伝いしてるやもんな。うん、あ、じゃあ違うのかな。なんかたまたまか。たまたまなのか。ええー、気になるところですけど。気になるよな、この例え方。うん、うん、ああ、なんだ。めっちゃ興味なくて。でも霊感の強さってアルコールの強さで例えるものなんですね、そっち界隈では。いや、なんとなくだ。そんな例えをするやつなんざいねえよ。いるんだよ。おるねんって。やっぱそれはさ、やっぱ親子やからしてるんじゃないの、うん、のかな。ええー、気になるよ。ああ、なんだ。だし、離婚してるから、うん、うん、名字違ってたよね。母方の、そう、名字、俺みたいに、
名乗ってるかもしれん。やめとけ。かもしれへんやん。うん。何でその興味ないと。あ、いいよ、進めろ。ヘリオジュン、多分ズッキーの話にも興味なかったかもしれない。あ、なんだって。あ、なんだ。なんか悪いな、がっかりさせっぱなしで。いえ、ボスのせいじゃないですから。それ、喋ってる人ですから。はぁ、あ、がっかりついでにもう一個教えておこう。霊感ってのは生まれ持った才能が重要で、後から身につけるのは難しいそうだ。じゃあ俺はもう無理ってことですか？ショックは一番ショックですぞ、それ。やっぱり狙ってやがったか。まあ能力が眠ってる可能性はあるが。知ってる奴では、高校生ながら強い霊感を持っていて、最前線で働いてる者もいるしな。ミオちゃんね。いや、働いてるっても、修行の一環だとかで賃金は出てなかったか。ただ働き？すごいね。やば。それ進んでやってんのやばいやろ。ねえ。老気法69条的に大丈夫なんですか、それ。詳しいな。芸法じゃねえってのに、その辺には俺はノータッチだ。なんか、意外と世知辛い世界なんですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、どうするんですかこれから。その蘇りの秘術だとか、本所七不思議の呪詠だとか出てますけど。今回みたいに、呪いが四重に蔓延するのは、まあ、それなりの非常事態でな。そんなにヤバい事態なんですか？わかりやすく言えば、重火器が街中にばらまかれたようなもんだ。うげえ、そんなんやばいじゃないっすか。そうだ、やばい。だから惨事が起こる前に原因を取り除き、平定させる必要がある。本来、それが神体の仕事なんだが、さっき移動中に連絡してみたところ、なんと、使用チームが明日の夜まで出払ってるらしくてよ。ちょっと拗ねてる顔かわいい。俺がやんなきゃっていう感じか。在籍経験の俺がいるならうまく対処しとけとのありがたいお出しだった。じゃあもしかしてさっき言ってた残業っていうのは。お、そのもしかしてだ。ちょっと手伝ってもらうぞ相棒。わかりました、やりましょう。相棒って響いたのな。うん、いや、柔らかすぎるだろ、頭。未知の仕事に何の抵抗感もないだろ。だって、非常事態じゃないですか。俺らしか対処できないなら、やるしかないですよ。柔軟すぎる。合理的に行きましょう、ボス。いや、すげえな、お前。なんかもう逆に頼もしいわ。ありがとうございます。いや、いいコンビ。いいね、ちょっと、デコボコ感あるのがいいわ。やっぱ最後に残しててよかったね。ああ、よかったよかった。で、ボス、具体的にはこれから何をするんです？この呪いが七不思議の由来なら、他にも呪いを受けた奴がこの町にいるはずだ。そうですね。七不思議なので、あと6人ってとこですか？このさ、呪いを受ける原因って、うん。まあ、その、なんていうのかな。今、このタイミングが一番呪いの力が強まってるみたいな話あったやん。うんうんうん、そうだね。そのタイミングで偶然ゆかりの地におったものが呪いにさらされるって感じなのかな。それこそその直結すること。例えばこっくりさんみたいな感じで、うん、直接霊と関わってみたいなものは余計さらされやすいかもしれんけど、うんうん、その場におることで影響を受けちゃった。っていうだけなのかな、もしかしたら。そうかもしれない。だから偶然選ばれた者たちが、うん、その呪詛によってお互いを呪い殺しちゃう、その蘇りの秘術を求め合うみたいな形になってんのかな。なんかそんな感じがする。だから鉄夫も望んで手に入れたわけじゃない。そうだね、鉄夫ちゃんでよかったかもね。エリオジュンだったら、だって生き返らせたい人がいるからさ。おるから、やっちゃうのか。うん、でもそこよな、ねじ曲げられるのか。うんうんうん。その正義感
に屈しないのか、うんうんうん、どっちかになると思うけど、哲夫ちゃんその影響受けてないっぽいね。ないよな全然、うん、よかった。蘇らしたい人がおるみたいな話もしてないし、なんなら、うんうん、その対策しようとしてる側やから、うん、うん、まあ今回の中ではイレギュラーの存在になるのかな。そうだね。あれこれって読んだっけ。読んでない、うん、そいつらが呪いで人を殺す前に止めなきゃならん。できるならば先に見つけ出して呪具である呪詛玉を回収してもいい。人差し指細いな、うん、回収する側ね。うん、ですがボス、さっきの話だと呪いの持ち主、かしり主を呪い殺す方が蘇りの秘術を得やすくなるんですよね、うん、ボスがかしり主だとバレたら命を狙われるんじゃないですか。まあそうなるな。どこ向いてんの。やばいじゃないですか。こんなうろついてて大丈夫なんですか。とはいえ黙って待ってても時間ばかりが過ぎちまうからな。うん、いろんな事件がその裏で起こっちゃうからね。うん。ここ、両国橋は七不思議の片鼻足のゆかりの地だから。さっさと来れば片鼻足の貸しり主がいるかもしれんと踏んできたわけだが、遅かったようだな。うん。まあ最悪この件に警察が介入してるってことを広めて少しでも自制してもらえれば御の字だ。めちゃくちゃ懐に飛び込んでく作戦じゃないですか。だがまあ同じように考えた別の貸し主がここに来るかもしれん。怪しい奴がいたらどんどん声かけていけよ。ああ、だから大きい家にどうもちょっと話聞いていいっすかっていう感じで話聞いたんか。なるほど。それって呪いの力を持ってるかもしれないやつですよね。了解です。だったら、あ、まずさっきからあそこでこちらの様子を伺ってる人物に職質かけてみますか。ほんとだ、なんかいるじゃないか。じゃあ頼むわ。わあ、エリオジュン分かってたんだ、気配に。気づいてたんだ。気づいてたんか、鋭いな。さすがや。ああ、ちょっとそこの君、突然ごめんなさいね。警察のものだけど。っていうので、大きい家を発見したのかな？あれでも緑町公園じゃなかったっけ、あれ。確かに、ああ、ゆうたろちゃん。職務質問にご協力ありがとうございます。少しだけお話を聞かせてくださいね。波垣雄太郎さんって言いましたっけ？これさ、うん。下げてなくて大丈夫かな？あー、下げとく？下げときたい。知ってるからできることあるもんな。うん。エリオ死ぬんじゃねえってなっちゃうからさ。うん。哲夫ちゃんの声がいなくなってしまうと、私の喉がいかれるのでズッキーいてほしいんだけど。あー、ちょっと頑張るわ。よろしく、ちょっと。案内人に頑張って。頼んどくわ。うん。ああ、はい。僕なら大丈夫ですよ。本庁の刑事さんですよね。何かあったんですか？ああ、いや、ありましたね。ここ最近この辺りでは。たくさん人が死んでますから、メガネ食い。メガネ食いまで口言ってんのかよ、こいつ。そうだよ。きつすぎやろ。まあまあ先に平時の職質程度ならこいつに任せちまっていいんだが、さすがに呪いだのが関わってくるとそうも言ってられん。ここは俺から切り出した方が良さそうだな。うんうんうん。ボス、まずはこの男の話を聞きましょう。オッケー。まだ聞ける？あ、聞けない。考えよう。さて、こいつはどうかな。うん。波垣雄太郎と名乗る男、21歳の大学生らしいが、やたら落ち着いてるし、俺らのことを観察していたし、警戒しておいていいだろう。話すか。で、お前さん、ここで何をしていた？ああ、やっぱり旧安田庭園の件かな。
墨田署の警察官が死んでたってやつ。わざわざ本庁の刑事さんが出てくるような案件はそれくらいだろうからね。ん？ねえ刑事さん、落ち葉なき C って知ってます？メガネ食い、こいつ知ってんの？事件のこと知って、え、そもそもこれはもう公表されてんのかな、公にされてることなのかな。ねえ、ちょっと思い出してみる、その事件のやつさ。うん、公にされてるっけこれ。うん、まあ知ってんのかな、2日前の。こっちの質問に答えろって、なんか質問したっけ。あ、ここで何をしていたか。こっちの質問に答えろでいいか。うん、先に俺の質問に答えてくれや。ここで何をしていた。だからそれが答えですって。僕は本所七不思議の落ち葉なき C を探していたんです。もしかして刑事さん方なら心当たりはないかなって。ここにはない。ここにはない。落ち葉なき C だったらここじゃなくて旧安田庭園のあたりを探した方がいいぞ。さすが詳しいですね。まあそのはずか、メガネ食い。刑事さん方、落ち葉なき C の呪詛玉を持っていますよね。お前どうしてそのことを。バカ野郎。バカ野郎。まあ、鎌かけられてんだよ。あ、バカ。顔。なんだ、案外簡単に尻尾を出すんだね、刑事さんは。あ、やべ、すみません。何、簡単な推理だよ。旧安田庭園にいたなら、そこで呪いを受けたのだろうって思ったから。だがそれを知ってるお前さんも、おのずと貸し主である可能性が高くなるわけだが。僕は隠すつもりはないよ。話がしたいって思っていたから。ほら、これ。僕の呪詛玉だよ。足洗い屋敷って言うんだっけ。確かにな。でもいいのか？僕は貸り主が見つかったからって、問答無用で殺しに行くほど無鉄砲じゃない。刑事さんたちもそうでしょ？一般市民に呪いを使ったりはしないよね。まずは対等な立場で話をしようよ。これやっちゃうのちょっとまずくないって思っちゃうけど、向こうのあれは聞かんわけやからさ。うん、一旦まあセーブしといて、いつでも殺せるようにしとこう。セーブしといて2ね、2な。呪詛欲しい、する。あ、使わんのがいいかなって思っちゃうから。そうだね、使ってみたい。まずそもそもね、対等の立場で話をしようよって言ってることが虚偽っていうことだからね。うん、えい、そんなやつは信用に値せんと。あ、でもエリオがボス。いいだろう、こちらとしても話し合いで穏便に済ませたいところだ。あ、使わせてくれへんかったってことか。かな。ああ、こっちの意思に反してきたな。うん、逆らってきたぞ。使わせろや。こいつやはり貸し主だったか。話をすると見せかけて呪いの状況を満たそうとしている可能性もある。であれば俺に何かさせようと促してきたら要注意だ。腕づくで抑え込んでもいいが、それが呪詛の条件につながると厄介だな。大丈夫、ボイスもうゼロだから。不用意な言動は文字通り命取りだ。少なくともある程度条件が見えてからでないと。となると、俺の取る行動は、まあ、強引にパンチ。物理。そうは言っても、貸し主ですからね。
ボス、慎重に接してください。幸い、こっちの誰が貸し主なのかは向こうはまだわからないと思うので、そこをうまくつくといいんじゃないかと思います。なるほど。話をしてもらえるなら、最初にお前さんに伝えておきたいことがある。ん？これが俺の持っている呪詛玉だ。お察しの通り、落ち葉なきしだな。鉄夫ちゃんのだよって言っちゃったね。言っちゃったな。うん。何？なんでボスの方が持ってるってバラしちゃうんですか？で、こいつの呪いの力だが。ああ、言うんだね。嘘ついたらすぐ死ぬよって。ああ。うん。ボス、猛録しちゃいました？そんなことまで話しちゃったら。俺は欺こうとした相手を意思させることができるってやつでな。だからこれからは全部本当のことを話せよっていう。ねえ、そうじゃないとお前死んじゃうぜって。もしここでお前さんが俺に嘘をついたら、この呪詛玉が反応するからすぐわかる。行使まではしなくても、それだけわかれば十分だろ。なるほど。対等な立場で話をしようっていうのが嘘だってことも、呪詛行使の反応で分かったこと、ね。分かってるってことか。うんうん。そうなんですか？めちゃくちゃ便利じゃないですか？なるほど。分かったよ。よりによって刑事さんに、とんでもなく有効な呪いの力がついたものだね。じゃあ話を聞こうか。参ったね。先手を取られたよ。メガネ食い。じゃあ、小細工は無意味だね。素直に話すことし。反応してんねんって。ああ、まあこれは多分、使わないけどお前嘘ついてるなっていうのを言うだけだから、別にこれは押さなくていいよね。ちょっと押してみようや。押してみる？別に、ゆうたろうは別に俺聞いてもいい。別に、なんとも。かわいそう。思い出も何もないし。じゃあまあ、スロットに上書きするわ。うん。結局多分行使してもせんでも同じっぽいし、うん、同じっぽい。ビビッそれは嘘じゃなさそうだな。あー、嘘じゃないんだ。あ、なるほどね。なるほど、行使してけばいいってことか。はいはいはい。あ、それでほんまかどうかがわかるってことね。あー、はいはいはい。僕には生き返らせたい人がいる。だから再婚を集める。協力をしてほしい。これは一緒やったもんな。うん。ダメだ。そこをなんとか、他の貸し主を教えてくれるだけでいいからさ。めっちゃ遅い。悪いがこっちの立場としても見逃すわけにはいかねえんだわ。頼むよ。今ならまだ刑事さんたちも見逃してあげるからさ。そいつは脅しか？脅しは効かないよ、ゼロだからね。うん。いや。最後通告だよ。まあ嘘じゃなさそうやな、これは。そうだね。ゼロだよね。いや、ゼロなってるから大丈夫。そうだよね。なんか声聞こえるはずやもん。ね、うん。僕の呪霊、足洗い屋敷の条件。気をつけていれば踏まずに済むとでも。思ったかい？僕は別にどっちが貸し主でもよかった。二人ともまとめて再婚にすればいいだけだから。待て！波垣！この足洗い屋敷は特別に強い呪い。条件は極めて容易だ。こっちも回避するのは極めて容易だ。容易だ。いかなる状態からでもすぐ満たせる。この足の声から逃れる方法は、ない！向こうが殺そうとしてきたら、あれはどうなんやろうな。でも虚偽じゃないもんね、うん、これ使えるだけ使ってみたら、うん、タイミングで死ぬかもしれないし。エリ、ほらエリオ、そっちに全速力で逃げろ。アズで合流だ。え、あ、はい。遅い。この呪霊の声を聞くがいい。聞こえまっちん。呪霊の声だと。ゆうたろうちゃん！何？呪霊の効果が出ない？
バカな、これだけでいけたのに。気持ち大人だったもんな。うん、ピュンってどうした、声なんてしてねえか。どんまい。エリオ、とにかく今だ、こいつを取り押さえろ。はい。波垣、神妙にしろ。まあ、くそ。ボス、これ波垣の呪詛玉です。はい、こいつも無能。無能です。よし、こっちに置こうぜ。呪詛玉足洗い屋敷を入手いたしました。強いよ、待て、強すぎるろ、鉄道ちゃん。かっこよすぎる。しかもね、私たちがついてるからね。ついてるからな。そうですぞ、うん、ケルベルス様。あんなにもそばにいてくれる。くそ、なぜだ。ボス、どうします、こいつしょっぴきますか。直接手は出してないぞ。公務執行妨害にはならない。ああ、呪詛玉さえ回収できればいい。話ある。なんてこった、僕の蘇りの秘術が。残念だが諦めろ。最初からそんな都合のいい術なんてなかったんだ。事情は知らねえが、そんなものは忘れて正しい方法で弔ってやるんだな。分かったならもう行け。くそ。負け犬。いやー、ボス、危なかったですね。あの呪いが発動してたら、多分俺たち死んでましたよ。いや、よかった、この二人の死を避けることができて。鉄を包み死亡やったからな、多分。ねえ、やだ。ああ、なぜか知らんが、あいつの呪詛が効かない状態になっていたよな。くっ。ん？なんだ、くって。あれ、ボス、大丈夫ですか？呪詛玉を二つ持ってて、また呪われたりしてます。うん。実は、こっちの呪いも来てる。持ちすぎも良くないんかな。ぽいね。足洗い屋敷の呪いの条件や恨みの記憶も見えた。鉄夫ちゃん大丈夫か。いや、なるほどな。七不思議の中でもこれだけやたらと超常的な内容だと思っていたが、そういうことか。確かにこいつはやばい。見れるようになるかな。え、どういう内容なんですか。後で確認しとけ。ひときわ呪いが強い。先に回収できて助かったかもしれん。はあ、見よう。足洗い屋敷、俺おかしいもんね。だって、うん、一番変だもん。呪詠の発する足を洗えという声を聞いたものを踏みつぶし圧死させる。圧死させるね。圧死。読むか。女は優れた陰陽師であった。だが悲しいかな、その際は世のため人のためではなく、斧が美貌を磨き続ける、磨き上げることに向けられていた。火花散る戦いの後、女は街をさまよっていた。全身が蝕まれているようだ。私は死ぬのか。だが必要なものは手に入れた。これさえあれば。はたと気づいた。足が動かぬ。もんどりを打って倒れ込んだ。一体何が起きている。女は足元を見て絶句した。自慢の足が汚れ、醜く腫れ上がっている。やられた。あの死に損ないめ。今はにこのような汚れなぞ。息も絶え絶えに近くの屋敷に張っていく。ただならぬ様子に寄ってきた屋敷の者たちも女の様を見てうろたえるばかり。この足の汚れさえ、誰でもいい。早くこの足を。女は何事かを上事のように繰り返し、ついには息絶えた。邪道に落ちた女の業にまみれた無様な最後であった。陰陽師。どう美貌を磨き上げることに使うんだろう、陰陽師の力。陰陽師の力。陰陽師自体は、陰陽五行思想に基づいた陰陽道を駆使し、真意を占い、人間が口に出して予言する占いの一種。および地層などを担当する宝儀として配置されたもののことです。え？
その力を人のために使うんじゃなくて、自分が綺麗になるためにはどうすればいいかの占いとかにしか使ってなかったってこと？なのかな。ん？必要なものは手に入れた。これさえあれば。いや、ここから多分考察するのすごい難しいんだろうな。まあなんかこの必要なものを手に入れるために、犠牲にした人間の、汚れを受けちゃって、自分の自慢の足が腫れ上がっちゃって、足洗ってくれよ誰かーって死んじゃったってこと。よくわかりません。足洗い屋敷。うん。なんかこいつはやばいって言ってたけど、このやばさが私たちにはわからなかった。伝わってこんかった。うん。で、まずは一個回収できましたけど、これからどこ行きましょうか。夜のうちに七不思議のゆかりの地を回って、同じように貸し主探しだな。今みたいのをまた繰り返すわけですか。あんな積極的なやつばっかじゃないと思いたいが、大切な人を蘇らせられるとあっちゃ無茶もするか。どうもこの呪詛玉を持つと恨みの念に染まって人を呪い殺すことにためらいがなくなるようだ。あ、やっぱそうか。いや、鉄夫ちゃん2個持ってると、使っちゃう時が来るんかな。いやー、やだね。ボスは大丈夫なんですか？ああ、俺は霊感はないが、こういう体勢だけはなぜか強いらしくてな。はあ、よかったけど、本当かな？大丈夫かな？キャパオーバーするとき来るんじゃないの？それが心配。それだけは身体でも重宝されてたよ。なんだ、やっぱり持ってる人じゃないですか。じゃあ次行きましょう。これでパート1は。ことでパート1終わり。そうだね、終わりだね。あー、鉄夫ちゃんルートいいぞ。緑町公園ね。かな？ここ、そうだね。これがあって、そのまま行って、公園で出てるのかな？ん？多分そうだよね。公園で調査して、多分沖へと会うんでしょう。あー、じゃあ今日はセーブして終わるか。終わろう。